おもちゃの国アリスへようこそ。店主のレイと申します。はい、シャープ256ですね。はい、一応前回の、最後の方に次回はフィグマの方のご紹介と言いましたので、今回はフィグマのご紹介です。それがこちらです。はい、じゃん。はい、フィグマのナンバー244、木の本さくら。はい、こちらはカードキャプターさくらの主人公と言いますか、メインと言いますか。で、昔ですね、SH フィギュアーツ、こちらで同じ、この、ある意味この衣装ですね。こちらの衣装バージョンの、同じ桜を紹介しました。で、その時に、一応こちらの方の発売はもう決定してましたので、その時に、紹介しますと、比較しますよと言ってたはずなので、今回一応、比較ちょっとしてみたいと思います。一応パッケージこんな感じ。側面、裏、こんな感じですね。そして反対側、はい、さらにトップと裏、一緒ですね。はい、それでは、開けていきたいと思います。レッツオープン。よいしょ。よいしょよいしょ。はい、フィグマなのでいつもの通りスキンですね。はい、こちらについてます。こちらいつも通り点線ありますが、刃物ですね、ハサミとかカッターとかで切り離した方がいいです。そうしないと多分破れます。で、こちらの方は、D ステージという、別売りですねのベースに取り付けて使ったりするものなんですが、その D ステージ、多分今取り扱いないはずなので、店頭で見かけた際に使ってみたりするのもいいと思います。はい。では一応こちら、開けた感じではこんな感じです。はい、一応こちら、桜本体、ここにケロちゃん、そして封印の杖が、これが初期型といいますか、で、こちらが後期のやつです。で、さらにこちらに、クローカードがあるのと、桜カードって名前だったっけなのやつがあったりとか、表情パーツ、あとエフェクトって言いますか、この杖の羽が大きくなったやつとか、これはこっちのやつかな、違うかな、あといつものベースとかがこちらに入っております。あとこの辺になんか付属品ありますね。はい、では、一応またこちらの方にパーツすべて並べていきたいと思います。はい、一通り並べてみました。はい、一応こちらですね、ちょっとカメラ下向けますね。はい、こちらいつもの、アームですねとベースで、この棒とこの丸いやつでここに倒れている、ケロちゃんを浮かせることができるものとなってます。そしてここに効果用の手首一式、封印の杖、前期モデル、後期モデル、言い方的にはちょっと違うけど、はい。そしてこれが一応予備のジョイントです。手首ジョイントですね。そしてこれが一応背中につける、背中へのフライと書いてますね。はい、これです。これの取り、このもの自体がこれです。で、さらにこれも背中に取り付けて、この羽ですね、これをさらにこれにつけることで背中につけれたりするパーツ、さらにここの手前のこの白いこれですね、これがここに取り付けれるものですね。はい、背中のこのクリアパーツにこれを取り付けるためのジョイントパーツです。さらにこの羽自体はこちらの杖のこれを取り外してあげることで、これにまあまたがって空を飛ぶといいますか、はい、そういう時に使うためのこれを外すんですね。これをこう外して、この赤いピン、この赤いやつですね。これだけ残して、まあ、これを取り付けるというやり方ができます。こちらは特にそのようなギミックは特にないですね。多分これを使うときには、多分背中のこの羽が 大きくなって空を飛ぶと。ちょっと数年前に、漫画読んだっきりなんで、覚えてないんですけど、確かそうだったはずです。で、ここに手前にあるここの2つですね。こちらの、黄色っぽい方、
こちらがクローカードで、こちらが確か進化した桜カードという名前で合ってたと思います。はい、が1枚ずつ続いてます。でさらに、封印または発動するときにこちらの初期型の杖でこう、あら、こうですね、こう封印したりとかするときにこうやってたやつを、先端のこのやつを取り替えることによって、はい、こう再現しているパーツがついてきてます。はい、ちょっとこんな感じですね、付属品としてはということなので、こちらの付属品シリーズをとりあえずザーッといつも通り手前に寄せまして、はい、こちらのフィギュアの方をご紹介したいと思います。はい、とりあえずまず一周ぐるり回しますね。はい、一応回した感じがこんな感じです。で、相変わらず、フィギュアズの時と同じくスカートがこれだけごっついと、なので手がまっすぐ下げることができない、まあ、それはもうこういうスカートの形をしたものの、 宿命といえば宿命ですね。で、背中のこちらの穴、こちらの穴にこのベースをそのまま刺してもいいんですけど、まあこの衣装の時は背中にこの羽があったりするので、まあこちらを取り付けてからこうアームを取り付けて、ベースをつけてあげるというのがスタンダードな形だと思います。はい、ではまず可動ですね。はい、頭部、まあ左右上下向けます。で、後ろのこのリボン、こちらですね、これも結構軟質パーツ。あと前髪の前のここですね、これちょっと細いんですけど、こちらの方も柔らかいので、まあ干渉はそんなにしないかな。ただ胸のこのリボンに引っかかって破損する可能性がなくはないので、ちょっと注意が必要かな。で、ジョイントの関係でこういうこともできます。はい、腕です。腕は上、まあ、横はこんな感じかな。で、こちら、200番以降かなから、導入されたこの引き出し式になってます。なので引き出してあげればここまで横に、上げることができます。こちらが上げ、引き出してないやつ、こっちが引き出してます。はい、これぐらい差が出ますね。はい、でさらに腕が、よいしょ、はい、ここまでも上がりますね。こんな感じです。で、こちらのところも腕の肩のジョイントのところでこうスイングすることができます。で、ここの進化した腕のこのジョイントですね、これ結構小さくて、すぐ曲げ間違えるとすぐ破損させてしまう可能性があります。現にちょっと一つ壊したことはありますんで、これちょっとここの曲がりですね、どっち方向に曲がるかを、目で確認してから曲げるようにした方がいいと思います。前のように結構ガチッとはまるわけじゃないので、こう知らないうちに横向いている状態でこう曲げて破損させるということがちょっとありそうなんで、そこの部分が注意必要ですね。はい、この腰の可動、特に上半身胸の下で動くとかはないので、まあいつも通り腰、ここの部分とあと足のこの辺でこう動くよと。で、開脚はこんな感じ、前後もこんな感じで、ロールはするのかな、まあ、一応ここの付け根のところで回ってますね。まあ、これは動きます。はい、さらに足が曲がりますよと、足ここまで曲がりますね。で、足首、つま先は特に動きません。はい、一応可動範囲としてはこんな感じですね。で、ちょっとチラッチャチラッチャしてると思いますけど、こちらスカートのここの後ろですね、ここの部分に、フィグマのジョイントが入ってました。ちょっとビニールがこう被っているので、それをちょっと取り外す際に発見したんですけど、それのおかげでこうスカートちょっと上目に上げたりとか下げたりとか、下げるのはちょっと
ここの部分で干渉しちゃうんで、まあ、限界これだと思いますが、こう上に上げたりすることができます。さらに説明書の方にも書いてましたが、その不意の杖を、またがって空を飛ぶ際にそれを固定するための場所が、こうスカートパコッと開けるとここですね、ここに穴が出てくるんですね。ここにこちらの杖を固定してあげれば、非常に安定するという、よく考えられたギミックですね。はい。で、使わないときにはちょっと内側気味に、ま、前、こうなってるんで前気味にギュッとやれば、こちらの芝で隠れるという非常に見栄えも、配慮されていると思います。はい。では、先ほどの羽ですね。こちらを背中にちょっと取り付けまして、はい。このように取り付けることができます。はい、背中の羽とベースを取り付けたのはこんな感じです。一応通常時と違って斜め上方向に、この角度変更アーム、っていうか角度変更パーツを取り付けてからこういう角度で取り付けると、簡単にというか立ってる状態にできます。はい。で、こちらですね。まず杖。こちらの杖は持ち手で持たせます。はい。まあ、これ通常通り、プチッとこう持たせるだけですね。はい。そして手首を交換と。はい。手首はそのまま、はい。このように抜けました。そして抜けたこっちを、はい、外しまして、杖を持った手首に変えますと。はい。一応こちら角度ついてるんですけど、手首のジョイントをで調整してあげて、まあ、このように持たせてあげることができますという感じですね。はい。まあ、一応ちょっとこんな感じで持たせてみました。で、あと後期の方で出てくるこちらの杖も同じように同様ですね。ちょっと一旦こっち外しまして、こう持たせるということができます。はい。持たせ方自体はこんな感じです。で、こちらですね。この、こちらの羽が大きくなって、そのフライというカードを使ったんだったっけな。で、こちらの杖にまたがって空を飛ぶという時の交換の仕方ですね。一応、こちらの、この羽ですね。こちらを、こう、スポンと取ってしまいます。そして、この白いやつから、この赤い、目みたいなこちらを取り外します。そしてこの羽パーツにまずこの赤いパーツを取り付けて最初のついてた状態の要領で戻しますと。はい。これで片側交換完了です。取り付けたらこんな感じですね。はい。同様に反対側も行います。はい。すいません、形としてはこれが正解です。こういう形になります。はい。こういう状態にして、こうまたがせる感じですね。以上、今ちょっとこのこちらを使った状態に、ポーズ変更してみたいと思います。はい。こんな感じで、ちょっと浮かせてみました。はい。ここですね。もうちょっと寄せます。やはりここのスカートの間のこのパーツ、この杖の受け口ですね。こちらがあることで非常にしっかりとこんな感じで、宙に浮かせていると言いますか、これが非常に形が決まってますね。はい。で、一応こちらをやるときには一応パッケージの方には、このケロちゃんですね、こちらも一緒に浮いておりますということなので、こちらをちょっと取り付けていきたい、取り付けと言いますか一緒に飾っていきたいと思います。こちら背中ですね。こちらの背中に穴があるので、この専用のジョイントを差し込みまして、はい。そしていつものではない、このベースですね、こちらに取り付けてあげて、こんな感じで一緒にディスプレイしてあげることもできます。はい。一応これが杖を使った、浮かせる感じ、またがまたいで
浮いてる感じですね。はい。そしてさらに、ポージング的には、ディスプレイのこれですね、封印またはカードの発動ですね、これをやった時の、はい、ポージングにもしたいと思います。では一応そちらの方にちょっとこれから変えていきたいと思います。はい、ポーズを変えてみました。で、これではまだ、パッケージの裏ですね、こちらの、再現にはなっておりません。というのもここの先端ですね、こちらの方に、封印時のカードとか発動時のカードが台ので、ここの先端の取り替えと表情が初期についている顔の状態になってますので、こちらですね、この顔に変えていきたいと思います。ではまずちょっとこちら寄せまして、顔を上げます。まずこちらですね、まず前髪パーツを外します。いけ、はい、今ちょっと同時に外れちゃいましたが、前髪を外すとこんな感じですね。はい。でこちらから今ついている顔パーツを外し、別表情パーツを取り付けます。そしてあと外した前髪を元の状態に戻します。はい、こんな感じです。はい。さらにこの先端ですね、この赤い部分の先端パーツをこのように取り外しまして、あと外したものと交換するようにこのように取り付けると。はい、こんな感じです。これ一応パッケージ裏の、封印時または発動時の再現ですね。はい、こんな感じです。こちらのポーズもやはり腕のここの引き出しですね、引き出して上げているので、胸の前ですね、ここでこのように自然な形で、このように杖を持たせることができております。はい、では一応ラストに、こちらの、ポーズをさらにちょっともう一個変えまして、背中に、こちらの羽ですね、これを取り付けた状態、それとフィギュアーツですね、そちらの方とちょっと並べてみたいと思います。はい、ポーズをちょっと適当に変えてみました。はい。で、こちらの大きな羽ですね、こちらを背中に取り付ける際にはこのクリア状のこのパーツを使うことになります。はい、このパーツですね、こちらのパーツに、取り付けるんですが、こうだね、四角い穴が上になるように、このように持ちまして羽を取り付けます。はい、片側を取り付けてみました。こんな感じです。一応ここの羽のスタートの部分ですね、こちら、一応イラストを参考にやった方がいいと思います。ではまたこの反対側、取り付けていきたいと思います。はい、このように取り付けました。一応この中ですね、これも、中の突起と受け側形決まっているので、それも見ながら取り付ける感じですね。はい。で一応今背中についているこの羽ですね、こちらと交換するイメージです。まずこちらをちょっと外しまして、こちらのウィングのこの丸穴ですね、こちらに差し込みます。はい、こんな感じでつけました。そうしたら元に戻しまして、背中の羽が大きくなりましたね。でちょっと今ポロリと取れましたが、こちらの手ですね、今左手、一応こちらがこのカードですね、今こちらの杖を持っているので桜カードで、一応こっちのつけっぱなしになってますから、この封印の杖の最初の方ですね、こちらの方の時にはこの黒カード、まあどっちでもいいですけど、これを、指でこう挟んでいる状態のやつを再現するための手首がついてまして、そちらのこの手首ですね、こちらの方にカード、こちらを、はい、この指のテンションで持たせているだけなので、長期間やってると多分、ポロポロ簡単に取れるようになると思いますので、常時使用しない場合はそんなにつけっぱなしにしない方がいいと思います。はい、一応可動範囲、ギミック系、一応こちらでご紹介は終了になるかなと。で、ついでですね、先ほども言いましたが、
SH フィギュアーズの方のさくら、はい、それがこちらです。はい、一応同じキャラですね。まあ当たり前なんですけど、そうなんですが、こんなにも違うのかなっていう感じですね。まあフリルとかこの辺の細かさ、あと背中の羽、まあこちら封印の杖、まあ後期板ついてるんでこうなったりするギミックがあったりとか、はい、があったり、その封印の杖ですねの前半に出てきた時のこちら版ですね。こちら版の羽、こちらが大きくなってこうまたぐ、またいでる状態再現できたりとかするのはもう完全にフィグマのこっちの勝ちですね。ただこの方向顔といいますか、こちらの顔が、やや顔がきつくてですね、目線がきついといいますか、なんといいますか、なので顔自体は、アニメの絵的にはこっちが似てます。で原作の絵はこっちの方が似てるのかなと、そんな感じもします。さらについに今持ってますけど、ちょっとここにちょんと置きますね。ポーズが違います。こっちがフィグマのケロちゃん、こっちがフィグマのケロちゃん、こっちがフィギュアーズの方のケロちゃん。サイズが全然違いますね。こっちの方が大きいです。こっちちっちゃいです。でポーズも違います。はい、こういう違いがあるのもまたちょっと面白いんじゃないかなと思います。出来とかその辺で軍配を上げるとするなら、私的にはこっちの方が私としては好きです。やっぱりこのスカートの可動ギミックが入ってたりとかね、結構いいと思います。あとリボンとかね、そういうやつのクオリティといいますか、その辺のリアル感があるのもこっちの方が、結構シワが細かく入ってたりとかするので、おすすめはこっちです。でもどっちとも買っても面白いのでいいと思います。はい、ではちょっと下げます。2体ともね、はいはい、下げまして、はい、いつものこのコーナーですね。よいしょ、はい、ゼクロス、はい、ゼクロス仮面ライド、ゼクロス、はい、では一応サクラとケロちゃん戻しまして、一応これでフィグマの244番の、カードキャプターサクラより木の本サクラ、こちらご紹介終了したいと思います。一応次回はネンドロイドの戦艦なあの人ですねをご紹介したいと思います。それではまた次回お会いいたしましょう。バイ。